マスター、キモハマスターって言ってたけど、超キモハマスターじゃん。1回からか。まだノーアウトで、ノーアウト1塁で1失点。頑張って、小笠原。頼むって。ハマスターだからなんだよ。ドラゴンズ勝とうぜ。よし。サイドフライ？犠牲フライか。もうしょうがない、しょうがない。大島させない？大島刺して刺して、もうしょうがない、しょうがない。犠牲フライしょうがない。もうこの後は絶対点やるな。そっちの方が大事。2点までなら仕方ないよ。ちょっと超えないでよ。超えないで。レフト、レフト。なにこれ。開始10分で3点失ったんだけど。どういうこと？ねえ。え？今日の試合って0対0スタートだよね。3対0スタートなんて聞いてないんだけど。ねえ。ねえ。ねえ、ハマスタとか関係ないぜ。勝ちたいよ、ハマスタで。なあ。いや、どういうこと？マジで。チェンジアップでしょ？浮いたら、まあ、チェンジアップ浮いたら打たれるよね。もう、大丈夫かよ。神々兄弟。インコースズバッと見逃し三振か。まあ、厳しいところだもんな。しょうがない。もうか。タイミー、タイミー、シューヘイ、タイ。ボールだよ、シューヘイ。今のはボール。我慢してよ。タイミー、タイミー、キーロペル、タイミー。フォークは振っても打てんよ。ボール球でも。我慢してよ。タイムリー、強打、タイムリー、レフト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 。佐野取るんですか？取るんですか？取るんですか？ホームラン、ホームラン、マスター。逆転、ホームラン、マスター。持ってこい、持ってこい、マスター。打ち上げたか。センターフライ。チャンスで点が取れないんだよね。ホームラン、ホームラン、ビシロ。抜けて、抜けて、抜けないのか？落とした？ヤマト、守備良すぎでしょう。何？急にこう、飛びついて、飛びついてのいい送球。正確なスローイング。いやー。打っても打っても、抜けねえなー。ホームラン、ホームラン、アリエル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 、落ちんじゃない？落ちない。センターフライや。チャンスでマジで点取れねえな。もう、チャンスなのかな、これって。チャンスって見た目上はチャンスに見えてるけど、実際はチャンスじゃないかもしれない。何を言ってるんだろう、僕は。はい、どうも、アトリエです。本日もよろしくお願いします。ということでね、今日は中日対横浜、3対1でね、お互いに締まったね、いいゲームだったんですけど、負けました。負けました。負けました。また、横浜に負けました。これで今季、1勝8敗。また負けました。スコアはね、3対1ですけど、ね、甘い球を仕留められた横浜打線。甘い球をファールで打ち逃して、結局最後は三振のドラゴンズ打線。スコア以上にね、戦力差というか実力差をね感じました。いやー、本当に今ね、ヤクルトぶっちぎりでね、独走態勢ですけど、他のね、中日含めた5球団解説者はね、まだまだ2位ならチャンスがあるぞと、5球団わからないぞって言ってくれてますけどね、なんか順位表を見てたらね、ゲーム差見てたらね、最下位のドラゴンズだけね、どん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 ね、残りの4球団に離されてるね、悲しい現実をね、今ね、じわじわとね、痛感させられてます。そのうちね、解説者からもね、ドラゴンズだけ、最下位のドラゴンズだけは触れられないでね、残りの4球団はね、まだわからないぞって、そういうね、展開になってしまうんじゃないかなと、日々ね、すごく心配になりながらね、ゲームを見るね、次第です。まずね、チャンスを仕留められなかったドラゴンズ打線の方からね、
振り返っていきますけどね、2階の表ね、マスターと木の卓ね、しっかりつないでね、2アウト1、2塁最初のチャンスで京田選手ね、甘い球をね仕留めきれずに追い込まれてインコースズバッと見逃し三振。3回の表はね、ワンアウト2、3塁から今日3番に復帰したねビシエド選手、ここで一発頼むぞっていう時にね、セカンドゴロね、セカンドゴロで1点返すのがやっと、アリエルもセカンドゴロで結局その後は無得点。4回の表はね、マスタードラゴンズの頼れるマスターがツーベース打ったと思ったら、周平三振、木野拓三振、強打レフトフライ。5回の表2アウト満塁、もうドラゴンズに頼れる一番の頼れる男マスターしかいないっていうところで、さあ行くぞっていうところでセンターフライということでね、ドラゴンズ打線チャンスは作るんだけど点が取れない。もうこれ何回言ってることかね、もう聞きたくないよっていう方もいるかもしれないですけど、まあ打つべき3番4番がね打たなきゃ点が入らないですよ。やっぱ 1,2 番ね調子が上がってきて出塁してランナーが溜まる状態はできる、単打打ってねチャンスは作るよ。でもねチャンスで打てない、 3,4 番が打たなきゃね、打つべき人が打たなきゃ点入んないよ。もう当然のことしかね言えないですけど、でもやっぱりねこれに尽きると思います。まあビシエド・アレリーに関してはね、先発の大貫投手含めインコースガンガン攻められてね、まあ窮屈になって結局ね甘い球を仕留めきれずにファールで打ち損じたりとかね、甘い球を打ち損じるのがねすごい目立つんですよ。特にビシエド選手とか今シーズンずっとですけど、まあ甘い球打てなかったことにあーっていう顔してますけど、あーって顔するならね打球を前に飛ばしてほしいんですけど、チャンスでね甘い球で何度も来てる中で仕留めきれないね、まあ、やっぱり甘い球打てなきゃね勝てませんよ。一方ね先発ピッチャーの小笠原投手6回3失点っていうのがね正直な感想です。いやもちろん6回3失点ならね普通のチームだったらねまあ上出来だと思うんですけど、まあドラゴンズ打線が打てないのもあるんですけど、やっぱりね打たれてるのは結局ね浮いたチェンジアップとカーブなんですよ。ストレートはすごい力強く走っててね、そう簡単には打たれてなかったんですけど、今日は結局ね1回の裏にねすべて、点取られたんですけど、先頭の桑原にねやっぱり中日キラーの桑原は持ってるっていうことで内野安打出塁してね、そこからね盗塁してくるんですよね。その盗塁をキャッチャーの木野拓が取ってね、セカンドでまあセーフは仕方ないにしても送球がそれてね、ノーアウト三塁を作り出してしまった。やっぱこの木野拓が状態が良くないっていうところもね、相手チームには情報が伝わってきてガンガン走ってくるんですけど、送球がそれてねノーアウト三塁を作ってしまったっていうのが痛かった。そしてその後の太田選手に結局浮いたチェンジアップかな、しっかり仕留められて1対0、でなおもチャンスで牧選手がね、犠牲フライしっかり打って2対0。やっぱりね犠牲フライ最低限打つっていうところがね、やっぱ4番牧、ハマスタ、DeNA 打線はね素晴らしいなと思います。でなおもチャンスでね宮崎選手浮いてきたチェンジアップをね一球仕留めてレフトオーバーのねタイムリー3対0。やっぱりね DeNA 打線はね浮いてきたチェンジアップカーブを仕留めた、甘い球をしっかり仕留めた、ドラゴンズ打線は仕留めれなかった。ここにね全ての差があったんじゃないかなと思います。はい、ということでまあシンプルにね横浜打線とドラゴンズ打線で差があったっていうのがまあ痛感させられた試合なんですけど、ここに来てドラゴンズねジャリエル投手がね右肘か右肩がね違和感で、1ヶ月ぐらい戻ってこれないっていうことで、ドラゴンズの勝ちパターンの8回の男がねいなくなる、まあこれも痛いですし、やっぱりドラゴンズの中継ぎ陣ね、まあ登板過多というか疲労が溜まってきてるのは見えてるんですけど、もう本当にここでねドラゴンズ打線が打ってやらないとね、いくらピッチャーが抑えろって言ってもね3点2点に抑えても0点で抑えなきゃ勝てないと、それじゃあやっぱ苦しいっすよ。打たなきゃね、相手も甘い球投げてんだから、で決して相手ピッチャーがもうバシバシに素晴らしい、もう打つ球ないっていう状況なら仕方ないって言いますけど、ちゃんと甘い球ある、その甘い球をファールでミスショットして泣く泣く負けてるっていう試合ねたくさん結構あるんですよ、まあ、今日の試合含めて。もう打たなきゃね勝てない、もう僕も打たなきゃっていうことしか言えないですけど、頼むから打ってくれ。最後に明るい話題言っときますけど、木野拓選手がね、ファン投票でオールスター選ばれたっていうことで、おめでとうございます。キャッチャーの中では僕ね、去年から木野拓選手推してますけど、やっぱりね、ファン投票でね、選ばれるっていう、球団の顔として選ばれるっていうのはね、やっぱドラゴンズファンとしても嬉しいです。なかなかね、まあ、近年ね、ファン投票で選ばれることがなかった、野手は2011年の井端選手以来っていうことで、まあ、これ嬉しいような悲しいようなあれなんですけど、とにかく選ばれたからにはね、全国区でね、まあ、全国区の中継で活躍してね、少しでもドラゴンズをね、いい方向でね、広めてもらえたらなと思います。明日は先発ピッチャー、東、ドラゴンズ
ズ高橋宏斗ということで、まあ東投手もね、ドラゴンズキラーのような気がするんですけど、まあ本当にね、打てなきゃ勝てません。そして先発ピッチャーの高橋宏斗投手、もうこれも何回も同じこと言ってますけど、自分のね、ストレート、スプリットを信じて貫いてね、自分の投球スタイル、強みを生かしたね、ピッチングをハマスタでもね、もう味方の打線関係なくね、やってほしいなと思います。そしてアウトローに入る明日はね、ハマスタ、人生で2度目の現地観戦ということで、今季2勝ね、8敗でめちゃくちゃ負け越してるんで、まあハマスタっていうか横浜戦ね、ドラゴンズ今季1勝8敗なんで、明日ドラゴンズがね、勝ったらね、僕が現地行って、勝利の男、ヒーローとね、ぜひ皆さん明日コメントでね、書いていただければなと思います。まあ弱気になっても仕方ないんでね、強気な気持ちでね、今日はね、美容院行ってね、散髪もしてきたんで、気合い入れてきたんでね、明日は絶対ドラゴンズ、勝ちたいと思います。応援頑張ります。明日はちょっと投稿時間がね、ハマスタ行ってから帰ってきてからあげるんでね、遅くなるかもしれないですけど、絶対投稿するんでね、楽しみに待っててください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではまた明日元気にお会いしましょう。またね、明日まで強く生きててください。